おーおーおーおおお、抜群出してきた。うーわ、電磁波、やっかい。レベル上げでどこに電磁波の要素があんねん、この恐竜に。てか、強え、このね、サイフォン、レベル21やん、こいつ。お、皆さん、ジムリーダーはすごい傷薬を使ってくるようです。あらあらあら。大はしゃぎじゃない。よいしょ。あー、強いな。多分無理だろうな。実強。岩タイプ打たれたらもう、えらいことですやん。うわぁ、突進、氷タイプ。電磁波。強そう。これは、これは、ダメだ、これ。いや、なんとか一匹でも枯れないとなぁ、見割るか。強いや、めちゃくちゃ強いなぁ。強いジムリーダーじゃねえのに。うわ。やば。ダメだ、無理。もう一回やってみるか。おやった、ワンチャンある。ないわ。よし、じゃ戻るか。よし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 。これ電磁波とか使うの？すごいね。最初のポケモンのタイプ教えて。岩氷。あ、ダメだ。格闘めっちゃ効くってこと？うん、格闘4倍。よし、頑張れ。そう、そう考えてみると、あれか、岩砕きでも多少は稼げるのか。オーロラビーム？おお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 おちょっといいですか。よーし、レポート。外にレベル上げに行きたいんですけど。表に行くわけ。一回出よう。無理だ無理だ。これは偉いこっちゃな。いや。どうしようかな。きついな。いいよー、凍える風で翼を下げるよ。俺ヤドリギ守るができんだよな。あー、いけそう。あ、それはいいね。テイルなんかアマルスとどれくらい打ち合えるのかなんだよな。殴り合いできるな。うわぁ、岩石封じはまずいよ。いや、死ぬなよ、よしよしよし。わぁお。まあ、そらそうやなぁ。いやぁ、厄介だね。突進がね、特性のガルで氷になってて、氷技で1になってて、威力が202になってるし、シゴラスの噛みつくも 1.3 倍になってるから、とんでもない威力になってるしなぁ。耐えろ耐えろ耐えろ。え、耐えへんやん。ちょっと早い。ちょっと待って、もう一回やるな。そうか、20で進化とかするのか。それまで、それを一応基準にするか。っていうか、みんな1マイナスになってんねんから、俺ここの、うん、あれ、トレーナー殺してもええな。ここの、もう、振り向くの早くないやねん。頼むよ。うわー、またしびれだ。いいねぇ。あんまりあれだな、トレーナー、まあまあ減るな。あんま美味しくねえな。岩石封じね。いやいや、岩は残念。かけるか。ここはかけて、つろむちや。無理や、こいつの岩技が全部通る。よし、OK、OK、OK。岩技ってすごく強いんですね。あー、動けないの？え、20じゃないの？35? よし、20って思い込もう。20、20。思い込んでなんかあんのか。思い込んでなんかあんのか。20レベルまで頑張るぞ。岩ジムのくせに麻痺巻いてくるね。なあ。よし、ヤドリギいいぞ。あんま経験値もらえないんだよ。あら、そいつ一番乗りか。いやー、どうやろうな。あー、ダメだ、取れなせん、やめよう。頑張った頑張った。ギリ耐えで素早く下がるから、多分相手の方が早いでしょ。うわ、オッケーオッケー。フラベベマジで残しておきたいかったんだけどな。お、1残り、血残りからの。よしよし、いいぞ。あとはチゴラスやな。チゴラスでなんとか頑張ってもらおう。そうか、ゴツゴツベッドか。よし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 。甘えた方がいい。甘える余裕あんのか。甘えよう。睨みつけるか。え、相手の方は、はい、踏みつき。ペコン。お、よしよし、踏みつきはいいぞ。効果は今一つやん、しかも。
よし、ゴートボト持ってて、あ、ひるんだ。噛みつく来た。どんぐらい効くの？あ、大丈夫、大丈夫。耐えた、耐えた。またひるむ。傷薬しかない。オーラビュー倒してきてくるか。まあ、しまった、いい傷薬もっと買うべきやな、これ。急所。やったー。はぁ、急所。傷薬使おう。うわぁ、こいつ5つ目なの分かってて俺オーラビームしてもよかった。うわ、また急所。ハリボーグの宿り着を期待しよう。んで、ゴツゴツネットで。よし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 。で、反動で痺れて動けない。ちょっと下がったけど。あ、噛みつく来た。あ、大丈夫、耐える、耐える、耐える。そんな噛みつく強くないやん。1.5 倍やったとしても。勝ったわ、これ。やば。やば。やばいな。いやいや、経験値な。経験値な。経験値、こいつにもあげたくないな。ちょ、買っちゃおう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 。倒せ、倒せ、倒せ、倒しきれ。おいおいおい。あ、倒しきれない。大丈夫か？あー、残った残った、よし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 。オッケー。よし、来た。やっと、アマルス飛ばってきた。よし、ハリボク死んだ。さよなら。うーわ、絶対に耐えられない兵器出した。よし、噛みつくしてくれた。これでアマルスのが素早かったな。オッケー、倒しました。お疲れ様でした。うえー、あー、やべ、結局ありがとうございます。うわー、ちょ、危なかった。頼む。うわー、あー、そっか、すごい傷口選んでた。あー、まずいまずいまずい。これは終わったくせ。うわー、無理や。突進一撃じゃ無理なのか。あ、今作から経験値人数分分配じゃなくて、みんなに同じだけ与えられるらしい。あー、あ、でっかを出した人ってこと？だから3匹で倒そうが2匹で倒そうがというか。マジ？はいはい。だから俺が今あのパチモンを殺したのは何の意味もない行為やった。ただただパチモンへのいじめやった。夏木が下がっただけやん。で、これで素早さが下がったが、もう一回水の波動で押しまして、なんで早いねん、ちょっと。もう、いやいやわ、このゲーム、ほんと、明確にしてくれんから、素早さ一回下がった時に、こっちが先手取れる、もう、ここ、なんなん。一回テールナーで、サイケ光線でどれぐらい削れるかだな。でも、あれだからな、岩石封じ一撃だからな。さあ、どれぐらい減るか。ああ。で、瞬殺ね。ここでもしなんか睨みつけるでも1個通ってくれたらいいんだけど、噛みつくはまだダメだ。オッケー。私、2抜けです。おお。これは終わったくせえわ、これ。突進かな？踏みつけ、あ、踏みつけてきた。あ、これ2回殴ってくんの、俺。ああ、あー、すごい傷薬だ。すごい下がれ。まあ、噛みつく。うわあ、あらー、やっちゃうね。トレーナーを一回倒しに行って効率悪かったやろ。そうだから、結局これが一番良かった、うん、でも2時間かかると思うわ、うん、で、アマルスがどうで、ええ、いい、大丈夫、そうそう、いいよ、俺は良くないで。あ、本人が一番良くないんや。なんで学習装置縛ってんのって姉妹が言われてるで。ほんまで。かっこ悪いから。かっこ悪いから。ジムリーダー集会しようかな。ああ、いいかもな。うん。なんか使え、学習装置使えよう派が結構さっきから言うてるけど、うん、どう思う？いや、それは俺も使った方がいいと思うよ、当然。あ、ほんと？うん、お、じゃあ使う？いや、使うか？俺はすごく使いたいよ、もう。ヤキリ君、うん、ヤキリ君やめてくれ、決心が鈍ってしまう。すぐにでも使いたいよ、俺はもう。決心が鈍ってしまう、ヤキリ君やめてくれ。
でも、イラキリ君、ここで使うってことは、あれでも、これからずっと学習装置に頼ったダサいやつっていうデリテルをこれから貼られ続けるんですね。ああ見ててかわいそうになってきたわ、なんか。一生懸命レベル上げしながら、いやでも、つって、ここにめっちゃ貼られねえんで、ああ言うて。使った方がいいよな。でも誰簡単って言ったやつ結構言ってたぞ。めっちゃ言ってたよな、うん、学習装置前提なんかな、もしかして。まあ一匹集中ではないけど、使えば経験値6倍やからな、最大で。大体みんなポケモンいっぱい捕まえるからさ、こんなプレイの仕方知れていないもんね。そうか、じゃあ簡単でしたやつは学習装置代理のダサいやつらってことですよ。だから、うん、ダサいやつらが言うてたんか。なるほど、ね、学習装置ダサいってどっから出てきたの。何それ、島が寮の夜が明けてきてない。あ、ほんとだ。あ、ほんまや。ほら、あー、俺もその辺、俺もその辺行こうかな。俺も寮しようかな。手軽に似合って経験値簡単に入っていいよ、ここ。あー、もう寮行こう。俺ももうジムリーダー周回するよりはもうトレーナーでいいんじゃん。なるほど、ね、トレーナー行くか。トレーナーには勝てるからな。マイナス2。そうそう、俺もう眠たいから立ってるで。これの、うん、これの1日目から立ちですか。これね、立って動かないともうね、寝ちゃうんですよね。使うかわからないテールなに経験値がいく。30分経ったので。なんだこいつ。はい、いや、アクビです。トレーナーも強いやん。無駄2ポイント。寮行きまーす。あら、今君も寮に借り出したぞ。寮の男だね。寮は辛いぜ、寮君。いいねー。みんながどんどん海の男になっていくよ。朝方から。クソほどついてねえ、もう、ほんとにもう。ねえ。あのドラゴンの発動。最悪や。やったー。もうええわ、もう一匹しか持ってねえしよ。学習装置使おう、学習装置。装置使おう。いや。おお。ダメやって。岩木君、さっきが学習装置使いたがってるような、ダサくない。あれれれれ。おいおい。ダサすぎるわ、今のは。ちょっと、あ、じゃあもし誰かが一言でも言ったら俺だけは絶対認めないからな。どうしないかな。やっべ。やった。相当やっちまったんじゃないかこれ。はい、倒したけど反動で死にまーす。めっちゃ怖い。はい、無駄トレーナー戦でーす。使おうかな。うわ、経験値なし。経験値ありません。うわー。うわー、なんで。なんでそうなっちゃうんだろう。ヤケル君やけになってるやん、ちょっと。いや、やけじゃない、ちゃんとやってこれなんだよ。もうつくづくついてないんだよ。うん、ここでやるか。そしたら、お、一撃やん。あ、そっちの方が良さそう。来た、25。お、25にやってるやん。来たパラボラチャージ。何それ。周りにいるポケモン全員にダメージ、与えたダメージの半分を自分が。おえおい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 、すごい技やな。吸い取るみたいなもんやな。いいやん、じゃあちょっと一回島屋がジム挑戦してみるか。かうん、島屋があと薬やった。おおしよ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